粉雪降る季節が過ぎて時は3月9日、シリーズのキャッチコピーには春よ来い。果たして誰に春到来となるんでしょうか。 G1 尼崎センプルカップ開設71周年記念優勝戦第12レースを迎えます。1号艇丸野和樹、2号艇吉川元博、3号艇島村隆義、4号艇畑英吾、5号艇篠崎元志、6号艇新田雄志、以上6名です。並びは枠番通りとなります。1号艇の丸野がインコースと進入、丸トレで体を鍛えて逆境で心を磨いて復活のこの日に備えてきました。1号艇の丸野、2号艇吉川は2コースです。天の主役は譲れません。復権を期す兵庫最強のシンボル、2号艇吉川、そして3号艇島村、3コース最高の相棒モーター2番と目指すは1番、チルトはプラスの05、本番も下げていきます。4号艇の畑が4コース、欲しいのはタイトル、リング交換にその祈りを込めた4号艇畑、5号艇篠崎は5コース、試練も乗り越え久々の G1 制覇へ、自由兼備のメッシュワン、5号艇の篠崎戻し、そして勝つ爪を心得た伊勢湾の作詞、6号艇の新田雄志が6コース。本番レースも2対4、内から1番2番、3番4番5番6番です。スタートしました。インスタートを決めたのは三角から3号艇の島村、1番を攻めていこうとする1号艇の丸野が残してくるか、握った3号艇ズバッと展開作れば、4号艇の畑バックへ入っての先行争いは3号艇4号艇2艇接戦か、外からは3号艇の島村、内からは4号艇の畑、いやしかしその内から5号艇の篠崎が迫ってくる。スタートは正常でした。内を捉えようと5号艇の篠崎先に行く、そして4号艇刺した、その内を3号艇狭いところを島村がズワッと来て、上位体系3番4番専用体系、3番手追走2号艇の吉川で、外から6号艇の新田、5番手1号艇が続いて迫る6号艇一定演出でしょうか。5号艇です。2周1番先頭は3号艇の島村、2番手4号艇です。お知らせいたします。5号艇の篠崎元氏は残念ながら失格ということになりました。5艇のこの競争で2周2マークトップでクリアは3号艇の島村、3角から攻めの走り、2マーク鮮やかな突き抜けで3号艇島村、2番手4号艇畑、3番手2号艇吉川、上位3艇3番4番2番で最終周回に移りました。前回優勝2号機と再会を果たした今シリーズも迷わずとことん攻め切りました。今日まさからプロペラを叩きまくって準備万端、気迫の3カード一気の攻め、2マークは絶妙のさばきで尼崎連覇 G1 3回目の優勝が見えてきました。3号艇の島村です。去年は大きな飛躍、それでも18人にはあとちょっと及びませんでした。ならば今年は必ずや、この激走から年末へとノンストップで突き進む構えです。3号艇の島村高石、2番手4号艇あと一歩でした畑、3番手2号艇吉川で、上位3艇3、4、2先頭3番です。島村高石優勝の5輪、2着4番の畑5輪、3着2番の吉川5輪、6番に行った5輪、1番丸の5輪、以上尼崎第12レースでした。優勝しました3号艇島村選手、今ピットに戻ってきています。いや、優勝戦大激戦となりましたね。そんな中見事今シリーズ優勝を手にすることができました。この後島村選手の喜びの声が聞けるかと思います。ここはですね、一人だけチルと跳ねて、スタート展示でも3カドに引いていたんですけれども、本番も同様に3カドに引いて、3コースから気迫の攻めとなりました。まくっていって、ただその後ですね、3艇の三つどもえの接戦になったんですけれども、2マークでも好ターン見せ、見事白星勝ち取りました。今
まだヘルメットをしていて、ね、表情が伺えないですけれども、この3連単ですね、3番4番2番という結果となりまして、満州決着ではないんですけれどもね、9450円と大きな配当になりました。はい、表情を伺いますね。はい、はい、2号艇の吉川選手と今カメラが捉えておりましたけれども、はい、島村選手、前回尼崎で4コースから幕って優勝しまして、その優勝モーターと再タッグということでね、全県から注目を集めていたんですが、見事優勝は3号艇島村隆義選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。率直に今のお気持ちいかがですか？あ、ほっとします。はい、G1 レースの優勝戦、三角に引いての難しい風の中でのスタート、いかがでしたか？まあ、スタートだけだったんで、ほんま正常ってなって、はい、ほっとしました。はい、しかしそこからまだ接戦がありました。道中お気持ちいかがでしたか？道中はちょっと2マーク展開があってよかったです。尼崎はこれで連続優勝となりました。尼崎の印象いかがでしょう？でもエンジン様々ですね。はい、2号機大好きですか？いや、もう相思相愛ですね。はい、はい、さあ、それでは全国のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、またいいレースできるように頑張ります。優勝いたしました島村隆義選手にお話伺いました。おめでとうございました。おめでとうございました。